こちら、久々英文ポール時間がやってまいりました。本日問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ正解は、まあ、なんか A か B ですよね。じゃあ皆さん C とか D とかはダメなのかということでございますが、で皆さん選択肢 Whom ever にせよ、選択肢の D Whom にせよ、なんかいきなり動詞が来ております。ということは皆さんこれ主語ないですよね。で皆さん選択肢 A と B も同じ現象が起こっております。ですから皆さん主語がないときは Who を使うのか Whom を使うのかと言われたら、そうです、 Whom は目的語がないときに使うんですね。ですから C と D は×。じゃあ、選択肢の A と B。まあ、何が違うかと言われたら、皆さん、エヴァーがついてる方とついていない方ですね。ということで、皆さん、その下をご覧ください。関係詞の判断基準ですが、皆さん、エヴァーがついてるものとついていないもの。で、判断基準の中心は先行詞でしたね。つまり、空詞の左側、かかっていく名詞。それがある場合とない場合。例えば、皆さんが関係詞を最初に習い出した時のことを思い出していただけると嬉しいかと思います。まあ、最初、我々が習う時は、皆さん、エヴァーついていなかったですね。で、その時、先行詞が人の場合は、フー。で、物の場合は、フィッチ。多分そういう基準を持って選んできましたね。ですから先行詞がある時にエヴァは使わなかったはずでございます。ということも分かりましたね。エヴァをつける時は先行詞は不要ですね。で、じゃあ今日は先行詞ありますかと言われたら空詞の左側。まあ見ての通り先行詞がないですね。ですから先行詞がいらない時にはエヴァをつけていただけると OK です。ですから正解は A。で、皆さん今日この問題を扱ったのは公開テストですね。皆さん選択肢の中にうにゃうにゃエヴァ。これは皆さん、あるものとないもの。選択肢の中で放り込まれている経験は皆さんありますでしょうか？そうです。現実 A とか B のような感じで出るんですよね。ですが、その時に皆さん使える基準、これを改めて見直していただきましょう。そうすることで皆さん当日自信を持って答えられますからね。で、あとは意味内容でございますが、まあ、訪れる人は誰でも。で、空所宮は here と書いてますから、ここ。ですが、ここを訪れる人は誰でも、めちゃめちゃ歓迎されます。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。